お買い上げいただいた洗濯乾燥機の性能を十分に発揮させ、長くお使いいただくためにはお手入れが大切です。特にお手入れが必要な場所は、糸くずフィルター、乾燥フィルター、洗剤ケース、排水口です。その他の場所も取扱説明書に従ってお手入れをしてください。糸くずフィルターのお手入れから説明します。糸くずフィルターが目詰まりすると、洗濯物への糸くず付着の原因になります。洗濯運転のたびにお手入れをしてください。フィルターのつまみを左の方向に回し、手前に引き出します。フィルターの蓋を開けて糸くずを取り除き、水洗いします。目詰まりがひどいときは歯ブラシで洗ってください。洗い終わったら糸くずフィルターを差し込み、つまみを左に回しながら奥まで入れ、つまみを右に回してロックします。糸くずフィルターはお手入れ後必ず取り付けてください。取り付けないまま洗濯や乾燥をすると、洗濯物が取り付け部品に当たり、洗濯物を傷めます。次は乾燥フィルターのお手入れです。フィルターが目詰まりすると、洗濯物の乾きが悪くなります。乾燥運転のたびにお手入れをしてください。乾燥フィルターを手前に引き出します。黄色いロックレバーを外し、フィルター B を持ち上げます。次にフィルター A の枠を持ち、上に引き上げ、取り外します。フィルターについたホコリなどを掃除機で吸い取ります。汚れがひどいときは水洗いをしてください。水洗いした後は十分に乾かしてください。フィルター A、フィルター B を取り付け、ロックレバーを閉じて固定します。乾燥フィルターを元通りにしっかりと取り付けます。次は洗剤ケースのお手入れです。洗剤ケースに残って固まった洗剤があると、ケースに水が流れるときに剥がれ、本体内部に詰まり、水漏れの原因になります。洗剤が残っているときには、お手入れをしてください。洗剤ケースの蓋を開け、中央の仕切りをつまみ、上に持ち上げます。ソフト仕上げ剤投入口のキャップを外します。洗剤ケースとキャップを水洗いします。しつこい汚れは歯ブラシで洗ってください。洗い終わったら水気を拭き取り、キャップを取り付けます。元通り本体に取り付けてください。次は排水口のお手入れです。排水口のお手入れは、詰まりを防止するため、月一度を目安に洗濯脱水槽に水をためて洗う、ため洗いコースを運転してください。水位の高いため洗いコースの排水の勢いを利用して、詰まりを防止します。洗濯物、洗剤は入れないでください。ため洗いコースの手順を説明します。最初に蛇口が開いているかを確認してください。
電源入りボタンを押します。洗濯ボタンを押し、ため洗いを選びます。次に水位ボタンを押し、水位の高を選びます。洗いボタンを押し、3分を選びます。すすぎボタンを押し、すすぎの表示を消します。脱水ボタンを押し、1分を選びます。スタートボタンを押します。運転が始まります。終了までの目安時間は操作パネルの表示でお知らせします。お手入れの説明はこれで終わりです。